つまり水力発電ってわけか。具体的には何をすりゃいい？簡単に言うが、なかなか骨が折れるぜ。電動のドリルなんかは使えないんだからな。まあ、なんとかするさ。で、二つ目は？行く時もここから出ていくことになるな。素材なんかを考える必要があるが、まだどうにかなりそうだな。難しいところがあるな。それは問題ねえ。 FRP なら曲面加工はさほど難しくない。ただフィンを接続する部分の形状が複雑すぎる。もっと単純化できないか。強度が弱くなるだろ。いいのか。なんとかなるかと思ったが、穴を開けるだけで1ヶ月はかかるぞ。
いいって。力仕事できるのが俺しかいねえんだ。なんとかしてみるさ。なんでしょう。大丈夫なのか？ふふん、こんなの楽勝ですよ。いきますよ、チョワ。お、簡単に床を砕きやがった。これが戦闘ロボの実力です。こいつ、戦闘ロボだったのか。おっと、そうでした。これは国費機密事項なので他言無用でお願いします。マジかよ。私は夏木さんの足だから一緒にいないといけないんです。としての優先順位を設定します。夏木さんのそばにいるのが最優先事項です。あ、何かあったら聞きに来る。では夏木さんのご要望にお答えして私の高性能さをフルに発揮しますね。まずまず順調だ。待て待て、やめてよ。こら、これも授業だよ。静かにしなさい。チビどもがうっせえがな。してる間にこれ用意したの。リリカたちも手伝ったんだぞ。ねえ、その一番でっかいおにぎり僕が作ったんだ。みなもちゃんとお味噌汁作った。みんなお腹すくだろうと思って。せっかくだ、食って帰ろうぜ。だな。たくさん用意したからね。いただきます。どうしたの夏くん、口に合わなかった？
んだよ、ヒットマン改め現場監督。死んじゃうの？わかった。こっちはもう型ができて FRP の積層作業に入ってる。ああ、そうしてくれ。青春だね。本当に文化祭の準備してるみたい。夏くんがいた学校でも文化祭あったの？研究って高校生もやるのか。どんな勉強してたの？ロボット工学。すげえ、さすが夏希先生だ。全然わかんないけど多分すげえ。はあ、そんなすげえことしてたのになんでこの町に来たんだ。私かな。みなもちゃんどまい。よく一緒に遊んだよね。おばあちゃんの船に乗せてもらったりして。夏希先生どんな子供だったんだ。暗い子だったかな。話しかけてもいつもムスッとしてて。今と同じじゃねえか。でもね、物知り博士で一緒に遊んでるといろんなことを教えてくれたんだ。今と同じだ。同じだな。うん。でもこの町で過ごしてるうちにだんだん笑うようになっていったよね。親父はどうしたんだ。なんだよそれ、親なんだろ。なんか目に浮かぶようだな、大人を冷たい目で見下してるお前が。どこにでもそういうやつはいる。大人のやることかよ。苦労してんだな。3人くらい殺して町に逃げてきたんだって勘違いしててごめんなさい。でもよ、なんでこの町に帰ってきたんだ。親父のところへ帰ろうとは思わなかったのか。それだけか。いやほらな。私がいたからじゃないよね。ごめんなさい、調子に乗りました。そうなんだ。さっき話してたお姉さんが目当てなんだろ。え、そうなの。夏希先生、赤くなったぞ。
なんだよ夏樹、目つきの悪いいけつかない野郎かと思ってたが、可愛いとこあるじゃねえか。初恋のお姉さんを追っかけてな。悪い悪い、からかうつもりはないんだ。なんか思ったより可愛かったからさ。皆まで言うな。そのお姉さん探し手伝ってやる。まあバイトくらいならどうにかなるかもな。みなも、どうだろう。そりゃあまた。ダメだよそんなの。ねえアトリちゃん。いえ、私はそのつもりですので。むしろ我が身を売却することで積極的に夏希さんのお役に立ちたいです。できればそのお金で私亡き後の新しい足を買ってほしい。私の高性能さには遠く及ばないでしょうが。ああ、また言いましたね。いいですか夏希さん、ポンコツって言う方がポンコツなんですよ。いけない、暗くなる前に子供たちを返さないと。仕事いいのがあれば紹介してやるよ。でもあんまり期待しないでくれ。今この街は空前の不景気だからな。